どうも世界数少ない100億人からご覧の皆さん、おはようございます。11月30日の朝です。はい、今日はね天気もいいです。はい、ホールチェックちょっと全然行けてなかったですけど、神奈川入ってしっかりしていきたいと思っております。はい、まあ今日20店舗ぐらい行っちゃいたいなと思ってます。まあ神奈川ね、ひどいんでね、まずね、正直横須賀エリア捨ててます。基本的に横浜市、川崎市かな、大和とかも行こうかな、はい、という感じで考えております。まあ、まずは横浜を見ていきたいなと今日は思ってます。まあ20店舗は行きたいですね。うん、はい、そんな感じで考えてます。で、まあ11月ラストなんですけど、現在僕たちの収支がプラス10万ぐらいです。今月あんまりにも2人でね、その収支情けないですし、はい、視聴者に 1% プレゼントしますって言ってるのに全然嬉しくもなんともない数字なのでね、うん、はい、今日ホールチェックしながら右打ちランプを見つけまくって今日15万ぐらい勝てれるにしていきたいなと思ってます。はい、そんな感じで、ただ編集もめちゃくちゃ溜まってるんですけど、まあ、ホールチェックは僕が優先ですね。はい、していきます。行ってきます。いいとも、今日一日の報告とですね、はい、今日は最終日なので11月のね、うん、はい、1ヶ月の振り返りをしたいと思います。思います。はい、髪切りました。あら、モヒカンになりました。どこがモヒカンになってない。はい、あの、仕切りましたね。ちゃんと切った。途中までは、うん、ちょっとソフトモヒカンとかあったらいけんじゃねえのとか思ってて、いけんじゃねえのっていうか、やるかどうかだけでしょ。やるって決めたら誰でもできるよ。それ、ちょっと僕にはそんなにあの度胸はなかった。あれちょっとね、あの落ち着いた感じの髪型になりました。あ、さっきなんか旅がうまくいったらどうするかみたいな話し合いしてましたけど、うまくいったらもう一回なんで。やっぱり僕が始めた旅なんで、僕が見たいことしたいので、そしたら僕モチベーション上がりますよ。いや、うん、もう光になるでいいじゃないですか、それ。俺モチベーション上がんねえよ。だって俺頑張る理由ないじゃん、それ。足引っ張ればいいって話になっちゃうじゃん、それ。いや、そうなっちゃう。そうか、もう一回なりたいってやるなら分かるけどさ。そうか、違うんだ。そうか、難しいですね、自分たちが、うん、ちょっとね、達成したらどうなるかっていうのね、うん、はい、難しい。まあいいや、はい。今日の報告てか、ここ何日か何してたんですか。あれ、はい、俺もずっと動画編集だよ。ずっと動画編集と、はい、新しい動画の構成がどの頃ってツイッターでも言ってますけど、もうそれをずっと考えてましたよ。絵コンテ作ったりとかさ、はいはい、すげえやつだよ。で、絵コンテだよ、うん、俺のすごいすごいダサい絵コンテ、うん、いや、すごいっすよ。そう、うん、一切ドロケもやらずやった。やってるな。やってたね。お前もやってないよ、トラケンですったら。DQSL。いや、僕、DQMSL ね。DQMSL。僕やってないです、本当に。やってない。うん。1時間含み引きぐらいしかやってないです。やってるじゃん。まあまあ、そうだよね。うん。はい。それ、切り抜きでね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、ずっとパソコンいじってました。ああ、うん。まあ、僕はね、神奈川入って、3日、4日ぐらい経ちますけど、うん、何したの？あ、まあ、編集したりとか、うん、女の子とデートしてる。おう目標達成のためにですよ、はい、これは。うん、じゃあ何人でデートした？4人ぐらいアポ取ってたし、うん、何人消化した？消化って言い方やめなさいよ。消化って言い方、目標対する一人っていう、まあ一人はね、報告してたけど、うん、まあ、ツイッターであげてるのは、うん、3人とかだけど。あ、もうすでに3人とお会いしたですけど、はい、はいはい、実際は、7人お前めちゃくちゃ遊んでんじゃねえかよ。いや何よ、ホールチェックなくてすいませんだろ。これちょっと母も見てて気づいたんですから、やめてくださいよ。母のコメントとかあるじ
ないですか。確かに、ね、見てるんだっていうね、が気づいたのちょっとやめてください、それは本当に、はい、まあまあでもそうですね、うん、じゃあ、うん、そうか、7人の方とじゃあお会いして、告白して、振られて、今に至ると振られたのかな、うん、あれかあやふやな感じだよね、はいはい言っときますけど、一応告白しって全部言っちゃってるじゃないですか。告白したのはタイちゃんだけですからね、僕は。あ、タイちゃん、あ、一筋なんですね、うん、タイちゃん。うん。うんって。うんって。全く信用ないよ。いやいやいや、もう本当にタイちゃん一筋です。一緒にしますね、はい、あ、よかった、うん、よかったですね、原人さんね、原人告白いかないんだよね安心してください、はい、安心してください、はいはい、うん、原人さんは、まあまあまあ、そういう意味じゃないですかね、別に本当、うん、好きあらば的なこと考えてるでしょ。いやいや、何が生まれるか分かんないですよ、それは。そっか、うん、ね、うん、まあタジタジしてるOK、そんな話はいいんだよ、はい、僕はホールチェック行ってましたよ、はい、今日も何店舗行きました？15店舗、うん、計30店舗行きました。うん、うん、素晴らしい。そうで、まあね、もう途中までも全然ダメで、うん、最初のもう25店舗ぐらい全くもう打てるレベルじゃないなと思ったんですよね、はい、まあ、ただもう立て続けにもう最後良さそうなお店があって、うんうん、で今日もあ、いいなと思った栗のお店があったんですよね、うん、はい、あ、で、ここそうだ、10日交換だと、うん、いうことで、まあ、じゃあ別にあの時間とか気にの持ち玉比率とか気にする必要ないんで、うん、打とうって思って打ったら、まあ、ケージが 21.5 回あって、うん、はい、で今日も出玉伸ばしました、僕。いや、素晴らしい、よかった、うん、感謝感激だよ、うんうん、ちょっと一人だとね、やっぱりね、ちょっとマイナスになった時、ちょっとね、あの、なんか申し訳ないなって気持ちしちゃうんで、なんかあんまり積極的に打たないようにはしたんですけど、今日の釘見たらちょっと打ちたいな、ちょっと打った方がいいなと思ったんで、はい、僕の判断で行きまして、はい、で今日でね、1日で 47,260円作りました。うん、すごいよ、よかった、家計生産性だよ。うん、素晴らしい。ただね、西村さんがね、1時間以上遅刻してきたんでね、もう少し打てたんじゃないかなっていうのは。確かにね。それはごめん、それはごめん。ちょっとカレンダーにね、はい、間違えて入れちゃってた。すいません。はい。です。はい。っていう感じで、まあ、今日も報告はそんな感じですかね。ですね。はい。で、今月の結果発表していきます。うん、はい。いやもう行っちゃいます、早速。でも結果からいこう。結果から言います。はい。2人で161,759円。きついねー。いかないねー。これ伸びないねー。最低収支かな、食べ始めて。うん。最低収支か。うん。2人でやって、2人でやって最低収支ですね。普通、2倍になるんですけどね。うん、何してたんだよ。うん、しかも結構稼働時間割いてましたからね。ねえ、相当やったよね。うん、何すごいね、そんな結果出ないもんかね。きつかった、うん、まあ、きつかったっていうか、まあ、期待値的にはかなりいい台を取れてたんですけど、うん、まあ、そればっかしはね、確率通りにはいかないですから、月ぐらいじゃ。まあね、はい、うん、ね、16日からもう6連敗してたりとかして、かなりきつかったんですね。辛いよ、うん、ね、今月どんな1ヶ月でした？振り返ってみて。そうだな、まあ、僕の中で一番大きかったっていうか、その獲得したものっていうかね、はい、僕がこう得たなってよく思うのは、はい、大選びじゃないですかね。おう、うん、僕から積極的に選んでこれだって座ったことってまあ少ないですけど、うん、そのちゃんと釘がまちゃんと空いてるなって、うん、ちゃんと回るなっていう基準で、うん、いう目線で選べたかなとは思ってるんですよ、はいはいはい、うん、あの金子ちゃんが選んだ台だとしても、うん、この台はちゃんとこれぐらいで回ってて、うん、これぐらいの技術介入ができるから、うん、まあ、あの勝ててるんじゃないかなと、期待値詰めてるんじゃないかなっていう、なんかそこまで考え至るようになったんですよね、うんうん、なのでなんかこう本当に旅始めたばっか
はい、なんかカラコンは何か言ってるよってアクセルアクセルってやってるような状態ではなくなったので、うんうん、精神的にはちょっとこう楽になってかつなんか考える余裕も出てきたので、はいはい、うん、なんかステージ一つ上がったじゃないですけど、うん、あのそんな感覚はあります、はいはいはい、うん、って感じですね、うん、いやもう一つどころじゃないと思いますよ。あ、そう、うん、まあ企業読む力もそうですけど、うん、技術レベルももうね、ひねり打ちとかはもう、うん、まあ、ほぼまあ完璧に近い感じで覚えてきますし、うん、しかもね、毎開放に合わせてひねりも入れてっていうのもできるようになった、なってるので、うん、そこまでできる人がそういないですから、まあ、僕もほぼやらないぐらいなので、うんうんうん、かなりのレベルまで来てるの。と思いますよ。あ、ほんと。それは嬉しい。はい。パチンコで言うのが、ね、あれば。はい。はあ、あ、そうか。はい。それは嬉しい。カラコがそう言ってくれるのは、とても励みになります。はい。あ、これです。何があったかな、うん、あとは、まあ、動画編集の面かな、うん。ただひたすら動画作りまくってましたけど、うん、特に考えないようにして僕作ってたんですよね。うん、本当はやりたい動画構成があったんですけど、うん、ちょっとまあ今は量をたくさん出そうという時期だったんで、うんうん、もう無心でただひたすら作業のように動画を作ってたんですけど、確かに、うん、まあ、後半だよね、まあ、ハルチンさんとのコラボ決まったあたりぐらいからちょっと感覚変わってきて、うんうん、他の YouTube さんのね、 YouTuber さんの動画見始めたりして、うん、ちょっと研究も始め、いろいろ構成変えなきゃなっていうところまで来れたので、うんうん、またここもね、一つ大きく変わるポイントになったかなっていうのが今月でしたね。はいはい、うん、よくなりそうでしたですね、うん、はい、今の、はい、うん、パチンコ編集、あと旅的にはどうですか。旅的には、うん、そう、まあ、忙しいね、なんかね全体的に、うんうん、まあ、まだまだ覚えなきゃいけないこといっぱいあるからではありますけど、ね、まあそうだな、観光もそんなに行ってないし、そうですね、なんとも言えないけど、まあ一つ言えるのはホテル暮らし最高ね。あ、うん、いいね。いや、いいですね、うん、帰ってきたらね、綺麗になってますからね。そう、綺麗になってる、これがすごいよね、うんうん、電気ガス水道代金もね、まあ含まれてるからあれだけど、うん、別に気にしなくてもいいし、なんか銭湯とかもね、ついてるとこもあるしさ、うん、いろんな場所行けるしさ、うんうん、僕ももうね、本当、まあ、堀江さんとかも言ってますけど、うん、家なき、うん、ホームレス状態の生活終わったら、うん、選択肢の一つってあるじゃないかなっていうのは思いますね、うんうんうん、ね、俺もそう思う、うん、持ち家とかとね、なんか比べて考えてみたりする時はあるんだけどさ、うんうん、どっちがいいんだろうね。あんまり、うん、物があれ溢れすぎるのもね、ちょっとね、なんか、うん、嫌なんでね、うん、本当に切り詰めたものだけで持ってる生活いいかなと思いますね、うん、うん、いいよね、すごい執着になっちゃいそうだから嫌なんだよね、うん、マイホームとかさ、うん、そうですね、うん、で、まあ、で、まあ本当は今月の振り返りだけだったんですけど、で12月どうしていくかっていうことなんですけど、うん、ちょっと今、まあ答えが出てないです、正直。うん、神奈川でがっつり稼働するのか、うん、まあ神奈川はちょっと、あんまり稼働せずに東京行っちゃうのか、うん、まあ、僕らの中で、まあ、東京は稼げるっていうのは、うん、まあ、僕らっていうか、まあ、僕は分かってるので、うん、はい、だからもう神奈川でできることだけやって、うん、東京行って、うん、で、ギリギリまで東京行って、で、また神奈川に戻ってくると、うん、いうのも選択肢として考えているので、うん、はい、ちょっとまだ確定はしてないですね。そうね、はい、うん、まだホールで実際に打ったわけでもないしね。そうですね、うん、まあ、ただ今日のホールチェックで、うん、今4店舗ほどは打てそうな、4店舗、5店舗かな、打てそうなお店は、うん、見つかったので、うん、はい、全く真っ暗ではないかなと思います、うん、はい、はいはい、うん、いいね、はい、うん、少なくても今月の収支は超えましょう。超
声よ本当にね、うん、ちょっとまあ俺2ヶ月目だからあれだけど情けないかな、ね、もうちょっと稼げるたいよね、うん、目標もあるし、ね、はい、うん、です、はいはい、あ、で、あと、まあ、僕は思ったのは、うん、今までの伸び率の中で一番チャンネル登録者数が増えたんじゃないかな。ああ、確かにね、うん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 、確かに確かに、今月は結構増えたはずだよ、うん、始めた当初は本当全然だったんですけど、うん、しかも全然でもほぼあの正直僕が直接友人に声かけての数が入ったぐらいだったんですけど、うん、今月入ってからは、まあ、僕が声かけたっていうよりは結構、YouTube とかの動画から来てくれて、うん、チャンネル登録してくれてっていう感じが多かった、うんうん、多かったね、うんうんですね、うん、あとなんかパチンコ打ってても、まあ、何人かがね、うん、声かけてくれたりとかするようになってきたので、うん、はい、随分大きな変化だね、うん、うん、ね、結構お茶をくれたりとかね、うん、対戦しましょうって言ってくれたりとか、ね、はい、うん、まあ、リアルにねそうやって触れ合う機会も増えたりしたなということで、うん、嬉しかったなという感じですね、うん、確かに、うん、あれ面白いよね、嬉しいよね、そうかね、うん、俺はまあ違うけど、カラコちゃんを目当てにね、こう来てくれる人たちも僕のことも気遣ってこうコーヒーくれたりするんですけど、それでも嬉しい。あ、西村もいたわ。あげとかないとだよ。俺の分だけど、つってくれて、うん、っていう風にくれてると思ってないので大丈夫ですからね。冗談ですからね。まあそんな感じですね、うん、はい、はい、行きましょう、はい、じゃあ以上です、はい、じゃあバイバイ。先ほど結果を出してそれとお金の贈呈式をねやってなかったので今月はやっていきたいと思います、うん、はい、はい、先ほども発表しましたけど今月の収支が161,759円、はい、先月よりも低いね、はい。2,3 万足んないのかな先月から、うん、で稼働中はね、ずっと僕が現金を使っているので、うん、で交換した時も僕が現金もらっているので西村さんに給料を与えたいと思います、はい、待ってました、はい、待ってましたよ、うん、これの割る2ですのでね、うん、はい、88,779円が西村さんの給料です。切り上げに10万円ってことになるかな、これはなりません、ならない、やらないよな、ありがとうございます。ドンピシャで渡します、はい、ありがとうございます、はい、7万円、7万円、うん、7万円、はい、ですね、あー、そういうことね、はい、1,2,3,4、はい、7万円、8万円、8万円、うん、870K、はい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 、頂戴しました、はい、あざす、このお金で僕は明日、うん、スロット打とうかなと思います、やめてください。打ちません、もう今は分かりません、チャンネル登録